まこなりです。今回は寝る前に絶対にやってはいけないことワースト5を発表していきます。このチャンネルでは生産性の高い生き方について発信していて、これまでは仕事術なんかが多かったと思います。ただ今日話すのは全ての土台となる健康面についてです。これを見ている方はすごく優秀な方が多いので、もうね重々の重承知だと思うんですけども、睡眠はめちゃくちゃ大事です。もうね、睡眠の質が悪いと日中の集中力はもちろん健康にも悪影響を及ぼします。睡眠は全ての生活の土台ですから、もうね食事に並んで投資すべきものだと思います。それに睡眠を良くするための投資ってそんなにお金かからないんですよ。これから発表するいくつかのことをやらないだけで睡眠は良くなります。でも今回の話はただやってはいけないことを並べ立てるだけでは終わりません。一番お伝えしたいのは、じゃあどうすればいいのかという代案のアクションプランです。やっぱりね、人がやってはいけないことをやってしまうのには理由があるんですよ。それなのにただやるなよというだけだと、もうねこの動画を見る価値ありません。今回は生産性に鬼のようにこだわっている私の実体験も踏まえた具体的なもう明快なアクションプランも話していこうと思います。ぜひ最後まで見てくれると嬉しいです。ただ一つだけ言っておくと、私は医者でも研究者でもありません。自分の体でいろいろと試してきただけです。なんで人それぞれ合うとか合わないとかもあると思いますんで、あくまでね一人の生産性バカのおすすめ意見として聞いてください。では早速いきましょう。寝る前に絶対にやってはいけないこと第5位は、寝る直前まで明るくて白い電球をつけることです。真夜中に明るいコンビニなんかに行くと、もう眩しい光をたくさん浴びてこれで寝れなくなっちゃうんで体に悪いってこと聞いたことありますよね。これはもちろん自宅でも同じです。寝る前に明るい白い光の下にいたら目が覚めてしまいます。でもやっちゃってる人結構いるらしいんですよね。だから私がもう全員にお勧めしたいのが間接照明を買うことです。自分は Amazon で買った1500円ぐらいの間接照明をずっと使ってます。一応概要欄にリンクを貼っておきますけど、もうねめちゃくちゃ安いし、もう買わない理由がないです。私は夜家に帰ったら白い照明は絶対につけません。もう間接照明だけです。つけて最初は暗く感じるんですけど、すぐ目が慣れます。むしろ目が慣れた後は明るすぎるぐらいに感じます。友人が私の家に来た時に間接照明があってカッコつけてるって言われたことありますけど、そうではなくて寝やすい環境を作っているだけなんです。もうすでにやってる人も多いかもしれませんが、まだ明るい光の下にいる人は間接照明を買ってぜひね寝やすい環境を作ってみてください。寝る前に絶対にやってはいけないこと第4位は、シャワーのみの入浴です。もしあなたが深い眠りにつきたいんだったら悪いことは言いませんから、湯船に浸かりましょう。忙しくてついシャワーで済ましちゃう人いますよね。これ本当にもったいないです。こう言うと水道代ガス代がもったいないよっていう人いるんですけど、お風呂毎日ためてもマックスでまあ5000円ぐらいですよね。もしあなたが相当切り詰めて生活しているんなら別ですけど、一定の収入があるんだったら月5000円の投資で良い睡眠が手に入れられるんだったら安いと思います。だって睡眠は全ての土台なんですよ。そこに投資しないで何に投資するって感じです。お風呂に入るのは寝る1時間半前ぐらいがいいらしいです。自分も10時半ぐらいにはお風呂に入って12時は寝るという感じです。お風呂に入る時の注意点として、あんまり熱いお風呂だと体に興奮作用があって眠れなくなると言われています。リラックスして眠りにつきやすくしたいんであれば、ややぬるめのお湯に長く入った方がいいです。私の場合はお風呂の時間が本を読んだり動画を見て勉強したり自己投資の時間になってます。お風呂に関連してさらにお勧めしたいのがサウナです。もうねこれを話したくてこの動画を作ったと言っても過言ではありません。週に1回ぐらい、特に体が疲れたなと思った時サウナに行ってください。私はよく近くの銭湯なんかに行ってます。銭湯なんかに行くときっとサウナがあると思いますので、サウナに入る水風呂に入る外気浴をやってみてください。そしてビールを飲んだりスマホを見たりせずにまっすぐ家に帰ってすぐベッドに入って寝てみてください。もうね布団に全部体の疲れが溶け出したんじゃないかっていうぐらいぐっすり眠れます。いや本当にね騙されたと思ってやってみてください。起きた瞬間、あ全然体が違うわって思いますから。サウナに対して食わず嫌いの人がよく言う理由として、水風呂が苦手って人多いんですけど、ぜひ数回挑戦してみてほしいです。何回かやって効果を実感すれば絶対やみつきになります。経営者なんかでもストレス解消法としてサウナに入る人すごい多いですよね。ぜひ体の疲れを一気に取る方法としてやってみてください。寝る前に絶対にやってはいけないこと第3位は、消化に悪い食事をすることです。まずそもそも当たり前ですけど、寝る前2時間以内に食事をとってはいけません。寝る時に体が食べたものの消化吸収にエネルギーを使うようになってしまって、睡眠の質が一気に悪くなります。ただねそんなことみんな分かってるんですけど、なかなかできないんですよね。つい仕事にのめり込んでしまって遅くなることとかあるじゃないですか。帰った時はもう23時ですぐ寝ないといけないけどお腹空いてる、どうしようみたいな。自分も基本は早く帰ろうと思ってはいるんですけど、カフェなんかで YouTube で何話そうかなって考えてるとつい帰るのが遅くなります。もし食事が遅くなってしまった
ときはできる限り低カロリーで消化に良いものを食べてください。じゃあ何を食べればいいのか。消化に良い食べ物なんてたくさんあるんですけど、その中でもね今回絞り込みました。ズバリ結論言います。茶碗蒸し、おでん、バナナ、ヨーグルト、豆腐、うどん、以上です。選定基準は4つです。手に入りやすい、消化しやすい、待たずにすぐ食べられる、食べた感がある。特にすぐ食べられるが死ぬほど大事です。帰ってすぐに1分で食べられること。その点で言うと豆腐やうどんなんかは少し味付けや調理が必要なのと、食べる時に器が必要なんで、その点はねちょっと微妙です。おでんはコンビニで買いましょう。ゆで卵、こんにゃく、ソーセージ、がんもちくわなんかはあんまり消化に良くないんで少しにしましょう。大根、はんぺん、鶏つくね、焼き豆腐あたりがおすすめです。カップの茶碗蒸しはスーパーやコンビニなんかで買えます。茶碗蒸しは食べてる満足感があって消化にもいいんでおすすめです。バナナ、ヨーグルトはすぐに食べられて朝ごはんにも転用できるんでかなりいいですね。ヨーグルトは無糖か低糖のものがおすすめです。砂糖がたくさん入ってるヨーグルトってこれもねデザート、お菓子と一緒ですから、できればね無糖がいいですよ。無糖美味しいですよ。結構これ広めるとまずいって言われますけど、牛乳本来の甘みを感じられて美味しいです。逆に絶対食べてはいけないのは揚げ物、ラーメン、丼、お肉なんかですね。こういうものはめちゃくちゃ消化に悪いんで食べないようにしましょう。ということで皆さん、消化に悪いものは食べないように気をつけてください。寝る前に絶対にやってはいけないこと第2位はお酒を飲むことです。酔った状態で眠りにつくのはもう絶対にやめましょう。睡眠は浅くなって絶対によく眠れません。もちろん疲れも取れません。これそもそもね酒飲まなければいいやろっていうのはあると思います。その通りです。ただ今回はとはいえ少しは飲みたいという人のために話します。夜遅くまでお酒を飲んじゃうときって2つパターンがあります。1つは飲み会の後2次会3次会まで行ってずっとお酒を飲んでいるパターン、2つ目は家に帰って飲むパターン。まず1つ目の2次会に行くパターンなんですけど、もう2次会に行くのは今後の人生で一切やめましょう。やるとしてもね年に数回、どうしてもハメを外したい時だけです。二次会はお金もかかるし、アルコールも回っていて何を話したかも覚えてません。そして睡眠の質も悪化する、何にもいいことがない浪費です。なんで私は二次会は基本行きません。飲み会なんかで二次会に行くのは絶対にやめましょう。次の家で飲んじゃうパターン、まず前提家に帰って寝る前二次会以内にお酒を飲むのはやめようって話なんですけど、まあでもね家に帰ってお酒を飲みたい人の気持ちもわかるんですよ。家で気分転換、リフレッシュしたいですよね。お酒を飲むのをやめるのが難しければ炭酸水やカモミールティーがおすすめです。炭酸水はカフェインや糖質を取らずに爽快感を得られます。カモミールティーなんかは安眠作用があるんでさらにいいです。ということで寝る前にお酒を飲んだり酔っ払った状態で眠りにつくのは絶対にやめましょう。寝る前に絶対にやってはいけないこと第1位はスマホで SNS 動画、本を読むことです。まず今日から私と約束してください。寝る1時間前からスマホは一切触ってはダメです。スマホを見てはダメではありません。スマホを触ってはダメです。スマホを触ったらその瞬間死ぬと思ってください。本当にそのくらい寝る前にスマホを触るのは危険です。スマホには Google や Facebook の天才たちが作った人間の脳みそにドーパミンを出して人を興奮させるアプリが入ってます。紛れもない合法的な麻薬です。この YouTube も残念ながらそうです。私の動画も SNS ほどの依存性はないと思いますけど、話し方の工夫で少しでもドーパミンを出して見ている人に興味を持ち続けてもらえるように工夫してます。でもですね、私の動画なんかよりも皆さんの睡眠の方が100倍大事です。 SNS や動画も適切に見れば有益なこともたくさんあるはずなんですけど、寝る前に見るのはね興奮して眠れなくなるんで本当に危険です。とはいえね、寝る前に暇だと触りたくなりますよね、スマホ。今日は皆さんにとっておきの秘策を2つ持ってきました。この2つをやれば寝る前にスマホをいじることは絶対になくなります。まず1つ目はペーパーホワイトを買ってください。ペーパーホワイトを知らない人のために言うとこれですね、 Amazon が作ってるやつです。まず寝る前に何をするかって話なんですけど、読書しましょう。読書をすれば自己検査になるし、 SNS に比べたらドーパミンも出にくいんで眠りにつきやすいです。とは言ってもスマホで本を読んでると絶対 SNS だったり動画見てしまうんですよ。それにスマホのライトって直接目に届くんでよくありません。何でもう一度言いますけど、私のおすすめは Kindle のペーパーホワイトです。私は広告なし、 Wi-Fi のみのモデルを使ってます。興味を持ってくれた人は概要欄のリンクから見てください。ペーパーホワイトの良いところは2つあります。1つ目は読書以外何にもできないこと、2つ目はバックライトが直接目に当たるんじゃなくて画面を照らしたのを目に映るようにしてくれてるんですね。なんでスマホよりも目に優しいです。実は私は最近までスマホで本をいつも読んでたんですけど、目が疲れちゃうのとやっぱりね SNS とか動画見ちゃうんでこれに悩んでました。今年から思いっきり Kindle ペーパーホワイトを買ってみて、最初はねスクロールとかがちょっとちらつくんで気になるんですよ。でもねすぐ慣れました。これはね今年買ってよかったものベスト3に入るんで、ぜひね皆さんも買ってほしいなと思います。スマホいじりをやめるためのアクション2つ目はアラームをスマホで設定しないことです。スマホで目覚ましを設定するのは寝る前にスマホをいじっちゃうきっかけになります。毎晩毎晩ずっと寝る前にスマホを1回触るってことが続くんです。このせいで寝つく前にちょっとスマホを触るってことをやっちゃってる人いませんか。なんで皆さん今すぐ目覚まし時計を買いましょう。おすすめは光で起きる目覚まし時計です。音だけで起きるんじゃなくて起床時間が近づくにつれてライトが明るくなっていきます。これ Amazon で4000円ぐらいで売ってます。実は私もこれ視聴者の方に教えて
てもらって、使ってまだ日が浅いんですけど、今のところかなりいい感じです。 Amazon のレビューもすごい高いんですよね。教えてくれた方ありがとうございます。私が買ったやつを概要欄のリンクに貼っておきます。まあ別にこれじゃなくてもいいんで、少なくともね、別に目覚まし時計を買ってそれで起きるようにしましょう。別の目覚まし時計、アラームを使わないんだったら、せめてね、寝る前にスマホの画面を見ないようにしましょう。 iPhone だったら Hey Siri 明日6時に起こしてとか、6時間後に起こしてと言えばセットしてくれますから、画面は絶対見ずに声だけでセットするようにしましょう。ということで、寝る前にスマホで動画や本を見ないためにペーパーホワイトを買うこと、アラームをスマホで設定しないこと、この2つをおすすめとして紹介しました。では最後にいくつかお知らせをした後にさらっと復習しましょう。私の経営するディブでは一緒に働く仲間を大募集しています。ぜひコーポレートサイトを見てください。次、未経験からプロのエンジニアになるテックエキスパートが今大好評です。ぜひ無料カウンセリングに来てください。まこなり社長の公式 LINE も友達追加よろしくお願いします。まだチャンネル登録してない方もぜひよろしくお願いします。ということで復習です。寝る前に絶対にやってはいけないことワースト5。第5位は寝る直前まで明るくて白い照明をつけることです。ぜひ間接照明や暗めのライトを買ってください。第4位はシャワーのみの入浴です。寝る1時間半前にぬるめの入浴をしましょう。さらに良いのはサウナです。第3位は消化に悪い食事をすること。どうしても寝る前に何か食べたいときはこちらのものを食べてください。第2位はお酒を飲むことです。もう二次会に行くのはやめましょう。寝る前に何か飲みたいんだったら炭酸水やカモミールティーにしましょう。寝る前にやってはいけないこと第1位はスマホで SNS 動画本を見ることです。スマホを見ないためのアクションとしてペーパーホワイトを買うこと、アラームをスマホで設定しないことを話しました。ということでいかがだったでしょうか。今回少し長かったですけど、最後まで見てくれてありがとうございました。いつも応援してくれている皆さんありがとうございます。もしこの動画を見てよかった方は Twitter などにシェアしてくれるとすごい嬉しいです。高評価とコメントもよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。